こんにちは、ミロクです。ちょっと朝ごはんになんか寂しい感じがしたので彩りを足そうかなと思って、冷蔵庫にたまたまビーツがあったので使おうと思います。ちょっと皮を厚めに剥いてますね。下手くそです。はい、で細かく刻んで入れてもよかったんですけど、すりおろした方が消化しやすいかなっていうか、食べやすいかなと思ってすりおろすことにしました。人参とか大根とかもね、すりおろすと食べやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、彩りになると思ったんですけど、なんか乗せてみたら思ったよりは可愛くないというか汚い感じになりました。はい、でもビーツとても体にいいのでね、普段は私がバナナジュースに混ぜて飲むようにビーツ買ってるんですけど、本当にお肌の調子とかも整うし結構好きですね。よし、ここでちょっと、ココさんの目についてご報告しようかなと思います。ご覧の通り本当にお目パッチリして、すごく調子がいい感じです。はい、で目薬も卒業しまして、エリザベスカラーね、一応寝てる時とか、私が買い出し行っててお家にいない留守番の時とか、そういう時はエリザベスカラーつけてるんですけど、普段は外しています。でお散歩でカートに乗るときね、カートの縁でちょっとなんか顎をこう擦りつけてなんか気持ちいいとかやったりするんですけど、その時勢い余って目のとこにガッとこう当たったら怖いなと思って、カートに乗るときはね、エリザベスカラーつけるようにはしています。でもお散歩はもう普通にエリザベスカラーもつけず、いつも通りのお散歩をしています。だからもう病院も行ってないですしね、良くなったのかなと思っています。でも目ってね、すごい大事な部分なので、やっぱり白内障とかも、この子なりやすいと思いますよっていう風にお医者さんには言われていますので、ちょっと気をつけてね、なんかあったらすぐ病院っていう風にはその方針は変えていません。食欲も本当にご覧の通りですので、食欲が落ちたことは本当にないですね。どんなに目の調子が悪くてもご飯とおやつはしっかり食べてました。今日も元気いっぱい全部食べてくれました。なんかちょっと足の指の間がピンクっぽく、動画で映ってますけど、特に何ですか、マラセチアとか、なんかピンクっぽく映ってますね。なんかそういう病気になってるとかではないです。今のところ足も調子いい感じです。だからそろそろ久しぶりにシャンプーをしてあげたいなと思ってます。目をかばってしばらくシャンプーしてませんでしたのでね。はい、ということで今週末あたりちょっと、シャンプーしようかなと思ってます。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた。